皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。はい、フランク・リベリーですね。フランス代表、バイエルミュンヘン、元バイエルンですね。バイエルミュンヘンの黄金期を支えた左のウィングですね。非常にドリブル突破力と、あとディフェンス能力も高いですね。で、自らシュートも打てる選手です。ロシアのストライカー、スピードフットワーク優れてますね。はい、フィリップ・ラームがいますね。もうサッカー選手引退していましたね。サイドバック、ディフェンシブ、ミッドフィルダーと、はい、まあ、サッカードイツ代表ではサイドバックですかね。はい、非常に能力の高い選手。キソンヨン、韓国。アンドレ・ゴメス、ポルトガルの選手ですね。ベイラミがいますね。これは強い。はい、アンドレ・ゴメスね、ボールタッチ、ドリブル、キープ力と、攻撃的能力高いんで前で使いたいかな。はい、アメリカのセンターバック、スイスのディフェンス、スミッドフィルダー、アルジェリアの選手、メキシコのサイドミッドフィルダー、センターミッドフィルダーですね。スピードがありますね。で、インターセプトとプレッシング能力もそこそこついていると。センターミッドフィルダーとしても起用できそうですけど、まあスピードを生かすならここですかね。はい、うん、そうですね。キーパー、アルジェリアのキーパー入ってますね。控えにゴンダが入ってますね。これゴンダの方が能力高いですね。で、冨安、柏木、アルジェリアのセンターバックと。はい、冨安も能力高い。柏木は、真ん中で支える役ですね。これやると、で、ストライカーがもう一人欲しいですね。いや、これリベリーになっちゃうな。まあ、これバランスは取れてるけど。で、もう一人サイド、うわ、ラームか。ラームですかね、これ。まあ、インターセプト能力高いからな、でも。いやー、サイドミッドフィルダー、ベイラミですか。ちょっとね、これだと。まあ、最悪こういう形も考えられますけどね。まあ、これだと焦点負けしないし。そうか。まあ、相当守備的になっちゃいますけど、これでいきますか。柏、あ、そうか。誰か。ラストパス能力。あ、柏木高い。柏木そこそこパス出せますね、これ。ちょっと一回これでね、多分うまくいかないと思うんですけど、もうちょっと攻撃的に出た方がいいと思います。が、はい。相手は？どこだ？コスタリカ。はい。これはもう攻撃でいった方がいいでしょう。コスタリカ相手に守ってもね、しょうがないんで。はい、リベリーの個人技ですね。自らシュートですね。コスタリカのキーパーがケイラ・ラマス、リアル・マドリードの、はい、レギュラー的なキーパーでね、非常に能力高いんで、そこだけですね。はい、崩しきっても、シュートが決まらないことがあると。はい、キーパーですね、これも。今入ってもおかしくないボールですけどね、あっさりキャッチングされてるところに、ケイラ・ナボスの能力の高さが伺えますね。はい、足元放り込んでシュートで1点ですね。柏木がプレッシングします。そうですね、ここついていってほしいですね。はい、うん、はい、キソン4からちょっと今パスが危ないですね。柏木使います。で、くさび入れてね、ここ使いたいんですけど、ちょっと使い切れないですね。真ん中のスペース、はい、この人ね、シュートうまいですね。動き出し、あ、スピードにメイがいきますけど、シュートキック80-80でなかなかの悪くないステータス。はい、柏木がプレッシングします。奪って真ん中使って、フィリップ・ラムのドリブル、ファー空いてますね。うん、はい、今カバーニングドログで本当に広いですね。今の普通のキーパー反応できる距離じゃないですけどね、あっさり自分で行ってキャッチしてますね。柏木サイド使ってクロス上げて、うん、まあ、競り勝ってればっていうところですね。いや、ずっと真ん中狙ってんな、これ。うん、はい、ベイラミが奪いました。また同じ形。はい、ここどうしても打っちゃいますね。まあね、ご最後人数足りてるんですけど、際どい最後のところですね。ここでしっかりね、はい、シュートブロック入んないと、シュート打たせ放題だと、せっかくね、枚数足りても、シュート、ゴールをね、
失点するリスクがそこまで努力に見合ってない感じになっちゃうんで、はい、うん、まあ今のは人数が完全に上回ってますね。はい、2-0 ですね。ちょっとフォーメーションね、攻撃的に変えたいと、できるだけ攻撃的にっていうことですね。だから、まあ、リベリ使って、ベイラミサイドかな。はい、これですね。こんな感じになっちゃいますね。これで相当ね、攻撃的にはなりますけど、あ、リベリのポジションがちょっと、あれだな。これやるなら、うん、どうすればいいんだろう。まあでもこれ以上足しようがないですもんね。はい。まあこれで、ちょっと見たいですけど、リベリこっちかな。ちょっとね、前がかりすぎますけどね。まあこっちの方が逆に機能するような気がするけど、リベリがプレッシングします。はい、かわして打とうとしましたけどね。ラーム自らシュートはシュートブロックと。はい、これ真ん中が空いて、わあ危ない。リベリの強烈なミドルシュートはケイラー・ナバスにキャッチングされると。いやー、これもナバスが飛び出してる。すごい。何が足りないんだろう、これ。うわー。そうですね、やっぱりちょっとラームのところですね。センターミッドフィルダーの枚数少ないんで、ここでちょっと後手を踏んでるかなっていう。まあでも、これね、オフェンシブミッドフィルダーがプレッシングラインになってくれれば何も問題ないんですけど、はい、ここもラームがいっちゃってますね。はい、強烈なシュートはキーパー正面と。自ら打ってキーパーですね。ここかな、無理か。いやー、ベイラミの強烈なプレーシュート。はい、今ね、バックヘッドですね、後ろに反らすヘディングで、見事にね、得点を演出できましたけど。そうですね。さあ、あ、うまい。はい。うわー、キャッチって、今のキャッチおかしいですね。いやー、真ん中に荷重かけてんだけど、動きが合わないですね、これ。はい。これも、同じ形。いやー、入ってもいいけど。ここですね。ここがちょっとラームの一人相撲みたいになっちゃってんで、ラーム決してね、インターセプト能力高いですけど、プレッシングは81なんでね。できれば真ん中にもう一枚足したいぐらいの。まあ、いっか。これでいきますか。はい。続行で。やっぱりセンターミッドフィルダーの枚数って重要ですよね、これ。さあ。1点が欲しい。折り込んで、落として、はい、シュートで。なんとかね、得点しましたね。ロシアのストライカーの人がだいぶ得点決めてもらいました。というわけで、4-0ですね。はい。まあね、ちょっとコスタリカね、相手見る前にフォーメーション組んで、ちょっと最初は守備的すぎましたね。後半に、できるだけね、攻撃的にして、リベリーもストライカー配置して、オフェンシブミッドフィルダー3枚で、フィルターラインを目指しましたが、ここがね、やっぱりちょっとかわされてましたね、フィルター。オフェンシブミッドフィルターのラインが。はい。で、ね、センターミッドフィルダーラーム1人にして、で、最終ラインに冨安ともう1人で、2ディフェンシブミッドフィルダーですね。はい。やっぱりね、これ、シミュレーションゲーム、これ何回かやってますけど、センターミッドフィルダーの枚数っていうのはかなり重要ですね。1枚だと、よっぽどね、カンテみたいなタイプじゃないと本当に務まらないというか、ディフェンシブフェーズでだいぶね、苦労しちゃうんで、最低2枚は欲しいかなっていうね。はい、そういう内容ですね。で、一方でディフェンシブミッドフィルダーね、ここも、1枚にしてもそこまで被害は大きくないというかね、やっぱりセンターミッドフィルダーラインがしっかりしてれば、最後ね、スイーパー的な役割でディフェンシブミッドフィルダー働いてくるんで、はい、そうなると真ん中1枚でもまあ通用するかなっていう感じのね、内容になってますね。はい。今回ね、後半にセンターミッドフィルダーラーム1人にしちゃったんで、そこでディフェンスの不具合が若干
出た感じですかね。はい。まあ、コスタリカね、強さはケラ・ナバスですね。これ、ナバスじゃなかったら、もう2、3点入ってもおかしくないぐらいの内容だったと思います。シュートね、打っても、キャッチングまで入ってくるんで、簡単ではないですね。崩しきった後に、シュートを打って、得点できないっていうね、その回数が増えてくるんで、スコアはね、必然的に厳しくなる感じですね。まあ、せめてはフランク・リベリーのドリブル突破能力ですかね。ただ、今回そこまでではなかったような気がしますね。やっぱりね、コスタリカ枚数が足りてるんで、でリベリーね、まあ、1対1で勝負して勝つタイプなんで、相手のカバーリングがしっかりしている時にね、細かいスペースで、鋭く活躍できるかというとね、ちょっと、苦手な部分があると思いますね。はい。ただ、まあ、一方でね、ドリブル自分で突破して、自らシュート打てるってね、そういう強みが、フランク・リベリーにはあると、はい、いう感じですね。コスタリカとね、まあ、あと活躍したのはロシアのストライカーですね。この人、2点、3点、得点取ってくれましたね。はい。非常に良かったと思います。コスタリカはね、やっぱりセンターフォワードを抑えきれてないですね。中盤のプレッシングとね、引いて守る形で、最終ラインに枚数足しても、真ん中でね、一瞬の隙で最後にシュートブロック入れないと、いくらね、ナバスでも止めきれないと思うんで、今回は、はい、ロシアのストライカーの人が大きく得点をね、伸ばしてくれましたね。っていう感じですね。はい。というわけで今回はサッカーコスタリカ代表相手に4対0でした。また次回シャッフルモードをやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。